はい、博士こんばんは。はい、こんばんは、みちゃん。はい、さて今夜はですね、衛生環境健康に貢献するサラヤ株式会社の代表取締役社長サラヤ雄介さんにお越しいただきました。サラヤさんは大阪大学、そしてカリフォルニア大学バークレー校で学んだ生粋の科学者でいらっしゃり、お父様が築いたトップメーカーとしての信頼を受け継ぎながら、科学者の目線で新商品などの開発に力を注いでいらっしゃいます。それではサラヤさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、両さんどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。サラヤさんね、私の大学の先輩ということで。そうなんですね。どっちが先輩か分かんないところがありね、非常にあの消毒液で大変有名なね、ヤシの実洗剤とかね、多分見たことあると思うね、まみちゃんも。で、もともとサラヤさん、その消毒液のね、会社をお父様始められた経緯っていうのは何だったんですか？昔ですね、戦後なんですけども、赤痢とか疫痢っていうね、病気が多くて、その時にやっぱり手を洗わないと、あのそういう病気が蔓延するというので、業務用にこうある産業医の先生からこういうのを作りなさいって言われて、でそれを信じて作ったところ売れたと、いうのはもう仕事の始めなんですよ。ね、最初にこう上からパタパタ落ちてくるのよく感じじゃないですか。はい、あれを発見されたとか詰められたのね、サラさんとかですね。そうそうそう、緑色のね、はい、箱とかで、ね、ああ懐かしい。そうそうそう、あれのうちのやつなんですけど、実は。今またね、でもインフルエンザが流行って、そうですね、サラさんのところも結構インフルエンザが力入れたんですか？あの病院とかでも使っていただいたり、この頃あの事業所ね、ここのオフィスでもこう置いていただいてるようですけども、うん、いろんなところでね、やっぱり手指消毒しないとこう感染症になるというので、まあ、一番身近なあの予防法ですよね。ね、夏場はね、食中毒が多いし、冬なんて今年はね、どうも新型インフルエンザも入りそうなんで、怖いですね。ね、サラさんのところのね、そういうのはしっかり使わないといけない。しっかりと手を洗っていただいて、手の消毒もね、やっていただければと思います。ね、どんどんでも新しい商品いろいろ作られてるんですよね。そうですね、まあ、最近はあの健康ということでラカントとかですね、あのノンカロリーの天然砂糖で糖尿の人、森下先生とちょっと分野似てたけど、ですね、糖尿の人にね、いいそのそういう商品作ったりとか、へ、うん、お菓子なんかにもね使っていただいたり、パティシエの方がそれ使って、あ、そうですか、そうなんですね、砂糖の代わりにね天然素材っていうので、いいですね。あ、じゃあそういうダイエット系とか、まあ、健康食品とかも少し手を入れるんですか？そうです、へえ、ね、あのまゆみちゃんもね、今あのマクロビフードコンシェルジュっていうのを取られて、あ、そうですか、それは、ね、これからやっぱ健康をね、みんな注意して、そうなんですよ ね、本当にこう自分の食べ物とか衛生とかも含めてね、考えるっていうのはいいことですよね。そう思います。僕もね、自分のやってる病気になっちゃ困るというのは今、あ、そうダイエットしてるんで、サラヤさんのこの商品をじゃあぜひ、ね、お願いします。ね、予防が大切ですからね、もう一度太るとね、なかなか忘れないだからそういうね、太らないようなものが入ったスイーツならいいですよね。砂糖の分はね、もうカロリーゼロなんで、非常にあの血糖値もこうその分上がらないしね、いいんですよ。それはでも会社の方でそういう研究をいろいろされて、どんどん開発されてるんですか？そうですよ、あのこのぐらいやっぱ食とそれからまあ衛生とね、こう共通の部分もあるし、はいはいはい、特にこうお年寄りの方はやっぱりそういうなんていうかな、うん、こう食の部分って非常にこう予防的にも大事なんで、ね、まあ、医者から言うとね、やっぱり病気にならないのが一番で、病気になって特に糖尿病はね、残念ながらまだいい薬がないんで、できるだけやっぱり発症というかね、なるのを遅らせてほしいと思いますよね。あとね、ちょっと PR です、あの、うちはあの手洗い石鹸にヤシのパーマ油の原料をたくさん使ってるんですけど、はいはいはい、最近はあのそのパーマ油のそのプランテーションがすごくボルネオ島が広がってですね、はいはいはい、そういうところに対してやっぱりもうちょっとこうみんなで考えたいなというので、お客様と一緒にボルネオの森を守るキャンペーンというのをやってましてね、へー、で、まあ、そういうあの商品の売り上げの一部を寄付して、まあ、森をこうもう一回買い戻したりとか、オランウータンとかゾウの、ね、いる環境をよくしてこう行ったらどうかって皆さんと一緒にやってます。すごい社会貢献されてますね。その辺の話また後半でちょっと詳しく、ね、はい、お聞きしたいと思います。はい、後半も引き続きサラヤさんにお話を伺っていきたいと思います。
ね、さっきあのボルニオの話出てきましたけども、うん、今その自然の対策ね、特にその地球温暖化叫ばれてて非常に重要だと思うんですけど、具体的にはどんなことされてるんですか？地球温暖化のこともやってるんですけどね、会社の中でできるだけそのパッケージとか流通とか二酸化炭素減らしですね、でもこっちの方はあの生物多様性っていう切り口 で、 でやっぱりこうあの人間がこうどんどん増えてきちゃうと生物のこう多様性がなくなるので、うん、これをできるだけ、まあ、みんなで維持しましょうかっていう運動なんですが、はいはい、ですから、まあ、あの二酸化炭素と並行してこの間あのベルリンであのコップ、9っていうのがあったんです、うん、この多様性の、うん、今度、愛知県でコップ10来年あるんですね、うん、で我々もこういうのでまた企業としてとか現地のこうトラストも一緒に招いて参加しようかなと思ってるんですけど、それはあの森をその復活させて、まあ、さっきオランウータンとか話してましたけど、うん、そういうのが生きやすい環境を作ろうということなんですか？オランウータンの、ね、保護区とか何キロヘクタ、何平方キロとかあるんですけど、うん、なんかこう 2,3 匹その中にいるだけで混じらないんですよね。で象でいうと100キロとか150キロ川沿い行ったり上がったり下がったりしてるようなんですけど、そこがこうパン油の、プランテーションで分断されてると、うん、プランテーションの中に入ってきてこう摩擦が起きたりするもんで、ちょっとこうそういう動物が動きやすい形をしようと。でオランウータンね、水怖がるので、この間あの大阪の消防署さんからですね、うん、あのフル消防ホースをたくさんもらって、うん、今あのオランウータンの橋をですね、その、NPO の人がかけていただいとってでオランウータンがその橋を渡ってね、あの、他のこう領域へ行くのにこう観察するためにですね、カメラ仕掛けたりしてですね、今やってますけど、面白いねえ、本当に楽しみましたね。これサラさんが思いついたというか、こう何かしなきゃいけないと思ったんですか？いや、これね、僕とこで2004年、まあ4年の夏なんですけど、うん、あんたとこ環境に優しいね、ヤシの実洗剤とか作ってるけども、うん、実は環境に悪いことしてるんじゃないですかってい う、 こうテレビのこうなんか番組の取材があって、うん、よく聞いてみたら、やっぱりゾウがですね、小ゾウが入ってきて鼻とか足にロープをこうが巻きついてこう逃げてるんですよね。でこれは何のためだっていうと、そのパーム炎が広がりすぎてゾウがこう影響を受けてるので、これやっぱり何かしないとね、ブランド価値のもあるし、ヤシの実洗剤のせいでそんなになってる言われたら困るしね。で、まあ、現地とこう一緒にやりながらやってたら、まあ、あのトラスト 作りましょうみたいな運動になってきて、現地のやっぱ法律に基づいて緑を保全したりとかね、やっていくので、現地の人も参加していただいて、まあ私ところの企業はそれを応援するという形でですね、今それで日本でも BCT ボルネオコンサベーショントラストジャパンっていうのを去年にの11月頃できてですね、これでまた動き始めてるんですけど、まあ、我々はもうちょっと下がってみんな支援しながらあのやっていこうというお話なんです。すごいですよね、その最初の洗剤を出して、その元のところの農園までね、環境優しい方考えるんでね。でもね、この頃僕例えばこう日本、昨日鳥取の行ってたんですけど、はい、マグロは取れるんですよ、鳥取で、はい、あの境港にいっぱい本マグロが上がってくるんだって。今年はちょっと少ないって言ったけど、でマグロとかですね、日本ってもうすごい海産資源にこうね、あの、まあ、ある意味取り放題使ってるでしょ、世界の他の人から言わすと、なんだと、君とこはこんだけね取るもの取ってお返しするものないのかみたいな、この頃発想が出てきてて、やっぱりこう取るところと、やっぱりこうそれをこう守り育てるところの配慮がですね、やっぱり要求されてるみたいなところがありましてね、ちょっとこう今までとこうビジネスの感覚も変わってきてるんじゃないかなと。やっぱりそういうことを配慮しながらやる企業じゃないとですね、やっぱりこれから認めていただけない、企業を我々も許すとですね、そういうことを知らない間にそうなってる可能性があるので、この辺はちょっとね、これから気をつけてやっていきたいなと思ってます。ねえ、すごいですよね、そこまで考えられてね、やられてるね。いや、今日本当にね、いろいろとサラヤさんの企業に含めて聞かせてもらいましたけども、ちょうどね、今食中毒まだ夏の暑い盛りに残ってますし、それから冬もインフルエンザ流行るんで、何か秘訣というか、こういうことしておけばいいというのを一言サラヤさんの方からですね、アドバイスもらえると思います。まあ、食中毒はやっぱりね、食中毒三原則っていうのがあって、つけない増やさないとかね、温度管理をしっかりするとか、でも新型インフルエンザやっぱり抵抗力の、ね、問題もあるので、やっぱりこう情報に注意しながら、
起こったらまあそれをこう避ける、うんね、これは森下先生ご専門じゃないですか実は。でもね僕らはねかかった人がいて予防はねサラヤさんのことなんで、でまあ手を洗うとかあのマスクをねするとか、だから病院の待合室なんかでもやっぱり咳をしてる人は咳エチケットで、そのエチケットってあるんですよ。だから自分の咳を直接かけないようにする。マスクしてなかったらやっぱりこう肘のところでこうクッとこういう感じで覆うとか、これもエチケットな なんですね。してやっぱり手洗いですか。そうそこにあのオチを持ってきたかったんですけど基本ですよ ね、はい、いやでも皆さんね本当手洗いね一番これが衛生の基本ですから、ぜひねサラヤさんの商品も使っていただいて、ありがとうございます、ありがとうございました。